人魚姫は船乗りに渡された紙とペンを握りしめ、あ、なるほどね、紙とペンね。今しがた見た光景のことは一旦頭の隅に追いやり、ドアへ向かいました。どうしよう、ちょっと長くなっちゃうな、動画時間が。もうそろ終わるんかな。セーブ来い、セーブ来い、セーブ来い。うーん、来ないね、この音は。ガチャっていうなんか音が。いや、めちゃめちゃロード長かったな。そしてセーブは来ないと。うん、ちょっとなんか高貴な雰囲気をまとわせたレディーたちがいるな。あら、やっと出てきた。ずいぶん渋い声だな、この女の子。ごめんなさい、船乗りくんの船が。ちょっと待って、もうダメだ、ネタに全力すぎるこの男は。普通に読むわ。ごめんなさい、船乗りくんの船が見えたから、もう帰ってきてると思って。しかも大して面白くないっていうな。待たせてすまない、優しいお嬢さん方。人は優しいと言われると優しくしたくなるもんだ。この野郎。やばい、何の声。え、船乗りは奥で魚をさばいているんだ。あ、なるほどね。おい、もう死体打ちやめ、死体蹴りやめろって、お前本当にね。え、あら、そうなの、ずいぶん大きいのが取れたのね。もうちょうどよかった、新鮮な野菜と果物を持ってきたの、二人で食べてちょうだいな。おお、親切、ありがとう。今夜は久々に豪勢にできるよ。早く帰ってくれ。だよな、気が気じゃねえよな。こいつめ、この美人にしてやる。なんなんこいつは、な、急に人格変わりすぎだろこいつ。なんかさ、ジョーク、笑いのシーンだけど、なんかブラックジョークというかさ、ちょっとなんか黒い笑いで、なんかシュールなシーンだね。うん、精が出るわね、精が出るわねじゃねえんだよ。今日は特にはしゃいでるみたいだ。ところで、もしよかったらなんですけど、今晩のお料理、私たちにもお手伝いさせてもらえないかしら。おっと、それはまずいんじゃないか。そのフルーツを使った料理なら私たちうまくできるし、船乗りくんも魚だけであんなに必死になってちゃ料理まで手が回らないでしょ。本当にモテるなこいつは。よ、無駄に頼む。お嬢さんたち、僕には君の命を守る自信がない。よかったわね、ドロシー、喜びに手を仰いでる。あ、そうかしら。いや、だから、これ人魚姫側が今上向いてるっていう描写だろ。違うからね。うん。困り果てて上向いてるだけだからね。うん。お父様、己の大いなる自尊心のために、とうとう命を犠牲にしなかった勇気を、お父様は認めてくださるはずだ。人魚姫は頬をあからめながら、彼女の気持ちを害さず彼女の誘いを断るため、筆を走らせました。おお、なんて書くんだ？怒る気がなくなるような、馬鹿げた不死だらな調子で書こう。なるほどね、結構押し強そうだけどね、この子たち。誘い断るの難しそうだけどね。おお、それを読んだ彼女たちの驚きに見開かれた無垢な瞳。それは人魚姫の自尊心を痛く傷つけ、その即席の覚悟を粉みじんにしました。おいおい、なんて書いたんだ。あー、僕のバカ、こんな時こそ沈黙が一番なんじゃないか。お前なんか地獄に落ちればいい。いや、もういつまでやってんだよお前はよ。あー、そうとも、魚をさばくのに随分手を焼いてるみたいだけど、この後に及んで手伝うのはやぼよね。なんて書いたんだろうね、本当に。今日はあなたたちの、あなたたちの新しい顔をたくさん見すぎて、頭がこんがらがりそう。実際やってるところを見たら、そっと押しちまうだろうな。お前、何、急にキャラ変わるじゃん、お前。やだもう、あなた、結構楽しい人じゃない。喋らないから知らなかった。ね、今度またお手紙でいいからお話ししましょうよ。悪趣味な女だ。僕の焼けっぱちがそんなに愉快か？そうだわ。私のパパがさっき船乗りくんにお見合いの話をしに行くって出かけて行ったのよ。もうあった。お前のパパだったんかーい。あのじじい、お前のパパだったんかい。もう斧で多分頭をぶち折られて、お前もうくたばっちまったよ、あんたのパパ。会ってない。そうなの、あなたには会わなかったのね。よかった。ああ、このよかったはやっぱりパパがどういう人物か娘はよく知っているっていうことだろうな。帰ってきたらもうそんな話はしないでって私から伝えておくから。優しいドロシー、これが罪悪感ってやつだろうか。お幸せにね、神様が祝福してくださらなくても、私たちはあなたたちのお友達よ。困ったことがあったら何でも言ってちょうだいな。何？ありがとう。これ何、自分たちは男同士だけど恋人だみたいな、何そういうことでも伝えたんかな。多分そういう感じな内容伝えたんだろうな。はい、もうそのセーブ来ないね。まだ結構続くね。いや、しかしこのクソジジイからどうやってあんないい子が生まれてくるんだよ。もう本当に反面教師にできて育ったんだな、うまく。うん、そうだ、あの魔女がついでにと言って持たせてくれた火の魔法の瓶があったな。ほう、あ、え、燃やすんか。お、家ごと人間だけを綺麗に、あ、人間だけ？あ、すごいね。魔法の瓶、なるほどね。
人間だけを綺麗に燃やすことができるなんて、魔法ってのは便利なもんだ。完全犯罪じゃん。証拠残らないじゃん。それそうだ。あの人魚姫に人間の足を生やしてやることさえできるんだもの。ブラックすぎない？だってお前、こっからハッピーエンドに迎える気がしないんだけど俺。ああ、いい一番家。おい、さっきまでお前サイコパスだったとは思えねえ。お前、急にいい一番家来るけどさ、さっきまでお前すっげえサイコパスだったからな。ジュリとドロシー、野菜と果物を持ってきてくれたんだな。うちも後で魚を持って行ってやろう。死体は？大丈夫だよ。さすがに父親の肉を食わすようなんて考えてない。おやさん、そんなこと聞いてるんじゃねえと思うぞ。サイコパスすぎないか。もうどんな発想だよお前。ああ、いや、死体は綺麗に燃やしてしまったよ。だから大丈夫。誰にもバレやしないさ。おい、大丈夫か。こ、うん。かわいそうに。君は僕のために一つの尊い命を奪ったが、君は多分僕以外は全部同じなんだろう。君自身のことさえも。人魚姫、彼は本当はとても理性的な人間だと思う。なのに僕に出会ってしまったせいでこんなことになってしまった。いや、今さ、人魚姫とか言って相槌打ってたけどさ、お前本当に考えてること全部わかるんだったらマジのテレパシーだけどな。恋は哀れみに似ているか。人間もよくうまいことを言ったものだ。あー、さすがにもうそろセーブポイント来てくんないと。おー、来たわセーブポイント。はい、というわけでセーブと。もうそろ終わると思うんだよね。そんな長くないんだよこのゲーム。だから多分あとね 1,2 パートぐらいで終わるんじゃねえかな。人魚姫は黙って船乗りに近づき彼を見つめました。何も言わずとも船乗りは嬉しそうに微笑み、人魚姫を抱擁します。思い人にさ、なんか思いが通じたら声が戻るみたいな話があったから。ちょろいもんだ。何でも都合よく解釈してくれるし。その時、人魚姫の喉元に何かがスーッと通り抜けていきました。え？やっぱり世の中、黙ってた方が得なんだ。おい、ちょ、待ってくれ。そこがお前、声出ちゃったらダメじゃないか？な、え？心の声がそのまま出てしまった。おい、どんなタイミングで声復活してんだよ。人魚姫、魔女の呪いが解けたのか。あ、よかった、呪い解けた方に意識いってくれたから言葉の意味あんまり理解してねえわまだ。そうみたいだ。あまり嬉しくないのかい。さっきからずっと悲しそうな顔をしてた。いや、その久しぶりの声だからなんだか変なことを言ってしまいそうだ。少し頬をあからめて、聞くなという顔で見つめておこう。おい、なんか操作してるって。なんか操作してるよ船乗りをこいつ。キスしてほしいのかと思って。違った？ちょろい勘違いだな、可愛いやつ。少し恥ずかしそうに、そうだという顔で見つめ返しておこう。僕らの間に言葉なんて必要ないね。でも、もし君さえ良ければ、また君の歌声を聞かせてほしい。なんかもう都合よく解釈してるだけなんだなこいつ。エスパーでさ、めちゃくちゃもう人魚姫のことを分かってると思ってたけど、もう別に無言でも都合よく解釈して、もうキザなことを言ってるだけだなこいつ。僕の歌声で君が幸福を感じられるならお安いご用さ。僕の可愛い人魚姫、愛してるよ、ずっと永遠にね。これ、終わるか？気配が、終わる気配だが、な、ハッピーエンドなのか一応。おい、完全に人殺ししたまんまだけど。これ完全に終わる空気だね。もうこの、投げ。お、長かったな、今。船乗りの家の小さなゴミ捨て場。焼け焦げた骨に埋もれるように、小さな空き瓶がひっそりと置かれていました。ほう。生温かい潮風が染み込んだラベルが、白い月明かりに照らされています。なるほど。思い人の心の声が聞こえるようになる薬。ほう、なるほど。代償は。エンド3、ハッピーエンド。うおー、待って。代償は？
おいおい、なんか最後だけめちゃくちゃ意味深な感じで終わっていったな。はい。でもエンド3ハッピーエンド。よかったよかった。とりあえず、まあ、ある程度ハッピーに終わってくれたようで。でもさ、いろいろ問題じゃない？あの、魔女にさ、もう、海中の人魚はさ、多分食われちゃったのはそのまんまだし。で、人殺ししたまんま終わると思わなかったし。ってわけで、おまけ要素とかどうやらないようだな。最後なんだったんだろうね。心の声が聞こえるようになる薬っていうことは、船乗り側が人魚姫側に飲ませたいから作った薬っていうことでしょ？その代償かわかんねえな。はい、というわけで海のシバレスクの実況でした。いやー、人魚×人間の BL っていう珍しき BL に加えて、ほとんど悲劇で終わるところしか見たことない人魚の話なのに、まあまあまあちゃんとハッピーエンドがあってよかったね。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひね、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。登録は画面のアイコンまたは画面下の登録ボタンからお願いします。高評価もしてくれると嬉しいです。動画投稿のモチベーションにつながります。もしよかったらおすすめ動画も見てみてね。それでは。